演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、リピコンでアールグレイティーラテを飲んでみたいと思います。リピコンで紅茶を飲むのとはね、そのラテっていうのは珍しいですね。なんとなく、でも紅茶のブランド名かな、ラテも美味しいんでしょうねと勝手に自分の中で期待を上げてハードル上げてる自分がいます。どんな風なのかな。香りはなんとなく甘い感じですね。見た目はちょっと見せできないんですけど、ぬるく普通のミルクティー、そんな感じのところなので、では飲んでみます。飲んでみた感じは普通のミルクティーとあんまり変わらないんですけど、最後にちょっとベルガモットの味はしますけど、最初はずっと来るわけでもなくて、ちょっと違うのを期待する方が深いかな。ミルクティーとして飲むと美味しいですね。というわけでこちらの点数で乗っていただきました。酸味のともになりそうでした。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。